周囲の決死の策がなり、慶州から曹操軍を駆逐した孫吾。しかしその隙をついて劉備軍が慶州各地を制圧、領有を主張した。両面に敵を抱える愚を避け、孫吾はやむなくこれを了承する。周囲は劉備と孫昌公の婚姻などで両者の緊密化に努めた。その後周囲は傷の療養を理由に都督を辞し、後を盧宿に託す。盧宿は周囲の大計を継ぐと、孫吾の地盤を固めつつ機を待った。そして数年の時が過ぎ、ついに劉備が益州破食に地を得る。この法を受け、孫吾は劉備に慶州の返還を要求。しかし劉備から慶州を預かる関羽はそれをはねのけた。これはさすがに看過できぬと、孫吾は慶州へと兵を進める。盧宿、呂蒙、関東、周瑜が軍神関羽と対峙する。盧宿、堂々乱世を渡らん。盧宿殿、いかがなさるおつもりか。このままでは劉備との衝突は時間の問題かと。ああ、これは俺としても面白くない状況だ。劉備の人望は反曹の勢力を急増しうる。それは天下二分に資すると踏んだのだがな。しかし奴らの慶州領有は破食制圧まで、それがなれば孫吾へ返却する約定のはず。問題はやはり関羽でしょうかな。あやつは独断で慶州を返さぬ構えですぞ。まずは奴を何とかせねばな。まったく時間がないというのに。いや、すまん、こちらの話だ。さあ早々に型をつけるとしよう。参謀より進軍開始だ。俺たちで慶州を取るぜ。これは東の拠点を落とす。時間との勝負だ。皆のおかげで果実の奇数を、この周公旗全力で当たらせてもらおう。ここは拙者が通さない。止めてみせる。先線を救援せよ。
ろしくだろう。策は成功したようだ。よし、混乱した敵を撃破するのだ。できぬ。それは劉備殿のご意志とは関係なくか。それが将の裁量と心得る。よかろう。これ以上争っても笑うのは曹操だけだ。だが改めて誓ってもらおう、関羽。一つ、お前も孫劉同盟のもとにあること。一つ、慶州の地を利して曹操に対すること。よかろう。我が義にかけて。よし、ならばここは互いに兵を引こう。よしく殿、あそこで関羽を斬ることもできたはず。なぜ？あんな化け物と立ち会えと？俺を殺す気か、リョモ。いや、そのようなことは。さあ、切り替えていくぞ。またゾロ曹操も動き出す頃だ。